北国新聞ニュースをお伝えします。ウクライナから避難している女性が金沢学院大学に入学し、デザイナーへの学びをスタートさせました。バレリア・ロトリエバさん19歳はウクライナ第二の都市ハルキウの出身で、おととし戦災から逃れるため来日しました。その後、輪島市の航空高校石川で学んでいましたが、能登半島地震で被災して山梨県の系列校に移りました。ウクライナで美術学校に通っていたバレリアさんは、母国を離れ地震を経験してもグラフィックデザイナーになる夢が捨てきれず、金沢学院大学芸術学部をエントリー選抜試験で受験し合格しました。バレリアさんは昨日、金沢歌劇座で晴れの入学式に臨み、大変なことがいっぱいあったけれど、今は大きな希望を持っていると喜びを語り、石川はふるさとみたいなところ、兼六園の桜を見に行くのが楽しみと笑顔を見せていました。農林水産業の復旧を支援するボランティアが能登町の水田で活動を始めました。石川県は災害ボランティアに登録した人を対象に、農林水産業の復旧活動に協力できる人を募集し、能登町にある内浦アグリサービスからの要請で昨日、県内外の19人を派遣しました。19人のボランティアは能登町久里川尻の水田に入り、津波によって用水路にたまった泥やゴミを取り除く作業に汗を流しました。日帰りの活動でしたが、内浦アグリサービスの東洋介代表は、人手が足りずに困っていた、作業がはかどり大変ありがたいと喜んでいました。今回のボランティア活動は能登町のほか輪島市、七尾市、志賀町でも今月6日まで行われ、石川県は今日から第2陣のボランティアを募集しています。用水路の土砂は水分を含んで重く、東京から参加した大学生は、作業は大変だったが復旧に役立つことができたので嬉しいと話していました。PFU ブルーキャッツの選手たちがオープンしたばかりの河北市総合体育館を見学し、本拠地に誕生した立派な施設に感激していました。鶏野菜味噌ブルーキャッツアリーナと名付けられた総合体育館は、河北市が総事業費およそ75億円をかけて建設し、おとといオープンしました。バレーボール V1 女子の PFU ブルーキャッツは、この体育館を新たなホームアリーナに使い、年間十数試合の開催を予定しています。選手たちは昨日、コートや観客席を見て回り、チームカラーの青が基調の選手控え室を見て、めっちゃブルーと声を上げていました。高曽みなみキャプテンは、リーグは冬に始まる。空調があり、暖かい環境で競技ができるのはありがたいと感謝していました。今月14日には総合体育館のオープンを記念し、女子日本代表チームを招いた復興支援チャリティーマッチが行われます。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、
ご了承ください。直接義援金を持参される場合は、北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は、北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス、金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上で、データ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。